DDR ってどんな SNS なのか未だによくわからん。1日1回しか投稿できないらしくて、でその投稿のタイミングも自分が決めるんじゃなくて DDR っていうアプリ側が決めるんだって。そのアプリ側が今上げろって指示されて、で今自分がやってることを上げるらしい。でその時にカメラがインカメと外カメ両方撮られるらしいんだよ、撮影するとき漏れないんだよ。例えば今あって待って、ここの綺麗なところ撮ってカシャッと撮ったらこの裏側の俺のめちゃくちゃこういろいろ映っちゃうみたいな。でその両方ともが写真でこうアップされちゃうみたいな。SNS にとらわれすぎてる。まあな、けどスイッチの配信見てる俺たちはそんなこと言う権利ないと思うんだそれの何がおもろいの。まあな、けどこんなおっさんの雑談朝から聞いてるお前らは言う権利ないと思うんだ。若者は俺らの方がなんでおもろいのって多分思ってる。若者はこのおじさんの話を聞いて一体何がおもろいのってみんな多分思ってる。おっさんの方がおもろいよってありがとうな、ありがとう、嬉しいよ。俺ラジオ感覚で聞けるから楽しいぞ説明しなくていいんだよ別に本当に今理由を説明する必要ないんで、そういう状況じゃないありがとうだけど、ありがとう。女は裏切るけどおっさんは裏切らない。けどお前 VTuber の配信見てたよな、お前 VTuber の配信コメントしてたよな、知ってるよ俺なんで知ってんだよ